それではまず、石田純一さん、明日どうしてもこの大阪で仕事が終わりということで、先にですね、石田純一さんに、まずお話をいただきます。石田純一さんは俳優としてもちろん大人気の方でいらっしゃいますけれども、実は非常にですね、いろんな政治的なことですとか、そういったことにも詳しくて、原発問題にも環境問題にも大変詳しくていらっしゃいます。お姉様は環境活動家でいらっしゃいます。そして今年お子さんがお生まれ、3人目の子さんがお生まれました。一人の人間としてお父様としてもですね、きっといろいろお会いだと思います。石田純一さんならでもお話をまずしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。憲法、そして表現の自由という題で今日は喋ってくれということで、私も日本弁クラブの弁論委員をさせていただいております。大学は早稲田大学というところは、商学部、いわゆるマーケティングが、もちろんずっと、専門ではありましたけれども、憲法、これは皆さんもちろんよくご存知でしょうけども、最近かなり選挙やなんかの時には滅法、そういう憲法改正とか改憲のそういう争点に上がらない、いわゆる争点隠しといいますか、争点ぼかしというか、そういうことがあった中で、今ご存知のように、いわゆる自民党が、公明党と連立を組みまして、非常にものすごい国会の3分の2以上の議席を合わせると思っております。ということは、憲法改正の準備が着々とできつつあるということで、今日はですね、僕一応トップバッターなんで、すいません、言論の自由に関していろいろ喋りたいことはあるんですけど、自分自身のことで楽しい話もいっぱいあるんです。やっぱりテレビとか在京のですね、テレビ局なんかはしっかりと事前にチェックされまして、そして一切例えばですけども、皆さん麻生副総理がね、おっしゃったナチスのやり方を見習ったらどうかねというふうなことは、確かに僕もテープで何度も聞きました。実際のテープをですね、喋ってるところ、でそういうことに関してはやっぱり僕らも何も言うなと、でどうしてですかと、そんなに振ってかかったわけじゃなくて、理由はどういうことでしょうかと、プロデューサーに聞いたときに、やはり政治記者、いわゆる記者クラブに入ってる人にやはり喋っていただきたいということが、麻生さんの事務所、そして、安倍さんの事務所、方から、この3つの方からかかってきたっていう、そういう、朝もありました。それと私は一切、もちろん喋らないで、そこをやり過ごしたわけなんですけど、残念ながらですね、司会の方、ちょっと名前は言いませんけど、ヤジウマワイドだったんですけれども司会の時にですね、最後に、そのナチスの憲法にどういう経緯でなったんでしょうかっていうことをおっしゃったんで、ちょっと手を挙げてですね、やっぱりテレビって、今だいたい小学校5年生から小学校3年生に、下がったわけですね。いわゆるその基準といいますか、小学校3年生の学力で分かるように、これも本当にいろいろな、大きな昔からやってる、もちろんテレビ局もそうですけど、制作会社の社長がいつもおっしゃっておりますけれども、今は小学校3年の学力を基準にテレビを作っていると、小学校3年生以下が分からないことはやっぱりちゃんと分かりやすく解説するという、そういう点で、でも一応見てるものですからね、皆さんはね。でその時に、すいません、ナチスの憲法って歴史上ないんですよ、存在してません。これは多分麻生さんが
と勘違いされたか、つまり、ナチスドイツが、ヒトラーが、最後に死んで、ナチスドイツが崩壊した、あるいは、まあ、ヨーロッパで戦争が終わった、ナチスが、崩壊してですね、その時にもワイマール憲法というのが最後まであって、そのワイマール憲法の解釈を、まあ、皆さんご存知のように全権委任法というね、今日もその話をちょっとさせていただきたいんですけれども、つまりナチスがいわゆる、憲法は最も当時民主的なワイマール憲法、それをやはりこの憲法とは別に日本で今日最後に話題にする緊急事態条項っていうのがある、いわゆる緊急事態の宣言をすることによって、今これから自民党の改憲案の中でもいわゆる政令とか、つまり法律と同等の効力を有する、そういう政令とかを自由に出すことができるとか、そういうことがいろいろ自由にやって、そして三権分立というよりも、もう特別にいわゆるもうだから立法権ができるわけですね、内閣総理大臣ならび内閣が、なので、そういった意味では行政がもうめちゃめちゃ強くなるので、そしてもう司法以上の権限を持つことが当然次元的な立法でもできるという、まあ、そういうことに関して、非常に危惧するところではありました、ちなみに僕はそこで一言ちょっと言っただけで、クビになりました、はい、だけどまあそれは全然気にしてないんですけども、大阪で、いろんな情報番組、ニュース番組とかもやらせてもらってるけど、大阪では結構言論の自由があってですね、好きに喋ってくださいと、まあ、もちろん事実に基づいてっていうことはやっぱりもちろん厳しい審査はありますが、そして今日はもう一回戻りますと、トップバッターなので、ちょっと改憲、憲法改正についてこの動きと流れをちょっと追っていきたいなというふうに思います。簡単にです。最近ですね、自民党の、まあ、改憲派、もちろん安倍総理をはじめとした改憲派の方々は、そもそも日本国憲法はアメリカに押し付けられた憲法だから改憲が必要だとか、まあもう世界でもですね、改憲しない、はい、期間が、世界で最長だと、だから時代に合わなくなってきてるから改憲をしましょうと、これは僕の印象ですけど、あまりにも日本国憲法がですね、欠点がなく、素晴らしい、直すところがほとんどないというところで、いわゆる憲法の改正というのは、まあ、僕なんか何がいけないのと、今でいいじゃない、ね、出版も結社もいろんな自由もあって、というところで、まあ、その前に GHQ の起草委員会のメンバーが非常に能力的に優れていっただけではなくて、本当に自由な気風と、まあ、いわゆる善意にあふれている連中で、非常に理想主義的な、そして民主主義を、まあ、民主的なと言いますか、連中で、これはですね、将来基本的人権とか民主主義をもしですよ、日本人が自ら否定するような自由さえもくれてるんですよ。だからそこがまあ本当にすごいと。だから自分たちは理想に燃えてて、いやもうこれが正しいと思うから、そういう、まあ、絶対ですね、まあ、僕らが思う、何ですか、そのいわゆるずっと永続性みたいなのを本当はこうもう絶対その憲法の条文に入れたいところなんですが、それさえもしながら、つまり自由に直せるように、もちろん改憲ができるようにはもちろんしてるぐらい自由で民主的な部分なんですね。で実際ただ僕らが今心配してるのは、日本国憲法よりも優れた憲法を制定する能力や政治状況が今の政治家にあるかどうか、ここの一点にかかってます。僕は答えはノーです。なので非常に、その日本国憲法は傑作であり名作であり、そうですね、それに、まあ、確かに1週間ほどで GHQ の草案はできたんですけれども、いろんな、まあ、なんていうんですかね、それに比べてその自民党の自主憲法制定を目指した決闘から60年近く経っても、2012年の自民党の改憲案ではその無能力と不見識ぶり、これ、まあ、
ちょっとあと1分でやめてくれって言われるんですけど、すいません、あのシンポジウム参加できないので、もうちょっとだけお願いします。すいません。いわゆるですね、無能力と不見識ぶりにこう唖然としたところをいくつか言わせていただきたいと思います。まずすごくびっくりするところが、3箇所ございます。すべて国民や個人として尊重されるという、こう日本国憲法今第13条なんですけれども、生命自由及び幸福希求に対する国民の権利は公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。つまり、まあ、公共の福祉なんですね。公共の福祉というのは法律的に言うと、まあ、他人の人権を犯さない限り、まあ、いわゆる喧嘩っていうかね、いわゆる犯罪とか、もちろん他人の人権をこう破壊するような衝突する場合はダメですよと。ただし、自民党の改憲案ではこうずっと一緒なんですけど、国民の権利は公益および公の秩序に反しない限りということで、この違いはですね大きいです。公共の福祉と公益および公の秩序というのはやっぱり非常にもうお分かりと思いますけれども、いろんな意味で、やっぱり人権が、まあ、人権とかね、もちろん衝突するだけではなくて、性道徳の維持だとか、まあ、町の美観とか、まあ、自民党はやっぱりいろいろな、説明をその後にやってますけれども、こういった自民党の改憲案がその人権よりもどちらかというと国とか社会 の、 その秩序ですね、そこを上位に置く姿勢というのは終始一貫しています。今日の表現の自由というところは皆さんよくご存知の第21条、日本国憲法第21条、集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する、これが今の日本国憲法です。で、自民党の改憲案はですね、同じなんですけど、ただし第2項がつくんです。全項の規定に関わらず、公益および公の秩序、また出てますけどね、公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的とした結社をすることは認められないということで、これはですね、簡単に言うと条件付きに認めたということは法律的に言うともうほとんどないのと同時なんです。で、面白いことは大日本帝国憲法は第29条でこう立ってるんです。日本市民は法律の範囲内において言論、著作、集会および結社の自由を有すと。ということはすごく似てますよね。限定的な、まあ、自由が表現、出版、言論、つまりその国民の言論の自由というのは自民党の案のままでいくと戦前とか戦中と、まあ、同じぐらいの言論の自由があるということで、まあ、どれぐらいかというのは、まあ、いわゆる法律の範囲内においてということは、こういわゆる治安維持法とかの何においてこう横浜事件とか、まあ、中央公論の方々が、ね、やっぱり15人逮捕された、まあ、最初は30何人でしたけど、そういうような、つまり公の秩序を反するということをですね、まあ、ちょっとこういうことが非常に多いんですが、まあ、僕ね一番悲しいのはこの基本的人権、この美しいんですよ、基本的人権97条、日本国憲法で97条はどういうことかというと、これ一番好きな言葉なんですけど、この日本国憲法は日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え現在および将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるということで、これはまあアメリカの独立とかフランス革命とかいろんな世界中でこういう流れに人類が獲得してきた基本的人権なので、これは永久に、まあ保障するということ、このきれいな、97条を自民党の改憲案では丸ごと削除したいと。これどういうことも驚愕なんですけどね。あと一つだけです。まあ、よくご存知の皆さん、自民党の改憲案では102条で、全て国民はこの憲法を尊重しなければならない、国会議員、国務大臣、裁判官、その他の公務員はこの憲法を擁護する義務を負う、
つまり実際自民党の改憲案によりますと、憲法が縛る対象が国家権力から国民に移っている、縛る対象なんですね。まあよくご存知のように、そして最後のもう極めつけですよ、さっき言いました緊急事態という、宣言、まあいわゆる簡単に言うと、その侵略や、まあ、戦争時ですね、そして内乱と 災害時に緊急事態を宣言することができる。その後は好き勝手に政令、いわゆる内閣は、法律と同じ効力を持つ、これをこうどんどん、まあ、作って構わないし、まあ誰でも牢獄に入れたり処刑だってできるよということなんです。オーバーに言えばですけど、でも政府を批判する新聞社とかテレビ局とかはやっぱりこう閉鎖もできるし、まあこれは本当にそういった意味ではナチスの、まあ、全権に日本とほとんど同じ、これはデモに、集団的自衛権のいわゆる行使に反対するデモに行った時に、日本女子大の高校生、付属の高校生の女子高校生が言ってましたけども、まあいずれにしてもですね、最後に日本国憲法は例えば緊急事態条項がないとい う, もうそもそも指摘がそもそも不正確である。大体ですね、さっき言った侵略時は武力攻撃事態法っていうのがあるし、内乱に関しては警察官職務執行法とか、あるいは自衛隊法、そして自衛隊の治安出動条項っていう、そして災害は当然災害救助法、今でもやってますけど災害対策基本法ということでカバーをできるというふうなことで、何でもかんでもとにかく多分総理が、なんて言うんですかね、在位期間中にぜひ憲法を改正したいという、まあ、個人的な、まあ、なんて言うんですかね、まあ名誉欲といいますか、まあ、個人 の, 非常に思いが強いのは、信念強いのはあれなんですけども、やっぱり日本 の, その憲法っていうのは非常によくできているということで、ごめんなさい、本当に何かしました、我々は変える必要がほとんどないというところで、特に表現の自由、さっき言論出版集会結社の自由が、保障する以上でいいんです。第2項ができるところがやはりまあ、これから憲法を改正しようとする人たちの意図が透けて見えるような気がします。ということで、我々はこういうことをですね、いろんなところで、これから議論をしていったりこう、まあ、発信していくことが必要なのではないかなというふうに思います。まあ、そうやって考えると日本人っていうのは多分、まあ、結論がね、今流れが一方的にちょっと会見の方に流れていくような感じですけれども、それをストップしてもう一度考えようではないですかというところでした。どうもありがとうございました。非常によくわかりました。これから石田さん大丈夫ですか、お仕事があるということで、本当は石田さんにね、単独で公約していただきたいぐらい、とってもよくわかりました。私たちが今までこうして守ってきた憲法は私たちに付託されているものである、未来で私もものであると同時に私たちを守ってくれているものであるということを、私たちは今こそ本当によく考えてみないといけないと思います。そして変えてしまったらですね、取り返しがつかないということを、私は岸田さんのお話から本当に強く感じました。本当にありがとうございました。